メインイベントに出場いたしますフライ級世界チャンピオン山上選手です。計量お疲れ様でした。体調の方いかがでしょうか。まあ、そうですね、いい練習で安全な状態で試合に臨みました。もうちょっと声張っていただけると嬉しいですね。はい、気分の方はいかがですか。体調気分の方は。体調は、はい、まあ、いつも通り調子です。シュートの公式戦は前回、タイトルダッシュした11月以来になります。はい、ちょっと飽きましたね。そうですね、まあ、その間ライズとかも出させてもらいました。試合感的にはそんなに問題ない感じですか。まあ、全く問題ないです。まあ、打撃を中心に途中でライズさんの方にも上がったりっていうのもありましたけども、並行してずっとシュート総合の練習はされてたんですか。いや、そのライズの試合の時もあれば、まあ、11月の世界戦終わってそれからもずっと打撃の練習してて、うん、目技とかもやなかった。今回の試合が詰まっていっぱいする、まあ、でもこの試合に向けてしっかり調整できた感じですか。まあ、そうですね、はい。相手は一度戦ってます、はい。前回2008年新人王決勝で戦ってます。その時の印象を。印象、そうですね、ガンガン前に恐れずに攻めていくっていうスタイル、体力もあるし、選手。その後の猿丸選手の試合ご覧になられてますか。まあ、はい、何度か変わったというふうに感じたりとかっていうのありますか、ご本人でも。そうですね、まあでも昔に比べたらなんか落ち着いた戦い方してるのかなは印象に思いました、ね、なるほど。今回初防衛戦ですね。どうしても初防衛戦となるとこのベルトを守ろうという気持ちをどうしても出ると思うんですけど、その中で山上選手らしい戦いっていうのが十分できるかどうか。そうですね、あんま僕世界チャンピオンという意識もないですし、ベルトを守ってやるっていうあれもないんで、まあ、いつも通りの試合なんで、まあ、普通に戦って、まあ、やれば練習通りやれば勝てる相手だと思う。今回は一度対戦した相手が挑戦者になってきますけど、どういう気分ですか。まあ、1回やった相手なのでまたやるのは構わないなのか、もうこれはもうタイトルマッチ決まった相手だから誰でもやるっていう感じなのか。そうですね、まあタイトルマッチって決まったから、まあ、誰でもいいって感じだったんだけど、はい、その相手はサルマル選手だっていうことなんで、はい、周りは結構、まあ、サルマル選手から見るとリベンジしてベルトをっていうふうに見る人もいますし、サルマル選手はそれを逆に返り討ちにして初防衛するっていうイメージもありますし、リングに最後に立ってるっていうその想像を今のうちに想像すると最後はどういう決着になってるか。やっぱ判定じゃなくてどっちかが倒れてる状態、最後は KO だったり一本だったりしてる状態だったりっていうのはイメージを作ってます。そういうイメージを持ちながら練習をしてきたっていうことですか。はい。世界チャンピオンを意識しないっておっしゃってましたけど、はい、だということを、はい、周りの状況とか変わりました。何かまあチャンピオンとは言われますけど、それ正直どうでしょう。まあ努力した結果はそうなったので、それはまあ素直に嬉しいです。でチャンピオンとして、まあ、この先っていうのは何かこう、そうですね、テーマにしてるのもあるんでしょうか。やっぱもっと先を僕見てるんで、まだここからスタートだと思ってます。だから多分、まあ、チャンピオンという意識もあんまないのかな。まあ、さっき言ってたように UFC だと僕が見てるんで、そっちの方を見てるんで、まあ、そこの第一歩として今回のタイトルマッチかな。先週の UFC も、まあ、近い階級のフライ級の新チャンピオン決まりましたね、はい、どんな風にご覧になってたんですか。まあ、見てないですけど、正直には見てないですけど、やっと決まってもう来年なんとかいければいいかな、まあ、そのためにまずこれね、この試合をしっかり倒していきたい。ライズさんのリングに上がったことで、自分プラスになったという部分がありますか。それはすごいありますね。まあ、そのケンジ君とやって、本当すごい強い選手だったんですけど、まあ、僕の
負けはしました。打撃のレベルは相当上がったんで。それでは明日、超満員の会場にお越しいただく皆さんに最後一言お願いします。そうですね、明日もたくさんの応援なんかまた見に来てくれる、国歌斉唱の時は静かにしてもらって終わった後でみんなで笑顔でわーっと騒げるような熱い戦いしたいと思います。よろしくお願いいたしますお願いしますありがとうございました。ありがとうございました。